のの神宮寺君の魅力とは人気急上昇の理由を徹底解説。神宮寺くんの色気が半端ない。男性ファンが魅了される理由を大公開。かつての輝きをさらに増して、新たなステージへと羽ばたいた神宮寺くん。彼の魅力は年々深まっており、今や彼のファンは男性にも広がりを見せています。この記事では、神宮寺くんがどのようにしてその魅力を高め、 ファン層を拡大してきたのか、彼の成長と変化について探っていきます。戸部に移籍して以来、神宮寺君の人気は急上昇しました。彼のアクスタが一番先に売り切れたという事実は、彼の人気がどれほど高まっているかを物語っています。以前と比べて、彼の美しい声と魅力的なダンスが注目されるようになり、ファンたちは喜びにあふれています。特に彼の声は、 多くの人々に愛され、その魅力は計り知れません。ナンバーアンダーラインアイのメンバーとして、神宮寺君は他のメンバーと共に男性ファンの心を掴んでいます。トベに入ってから、彼の魅力に気づいたファンも多く、特にその声に魅了されたという声が多く聞かれます。ファンクラブに入る際に彼を選んだというファンも少なくありません。彼の精神的な安定が顔にも現れ、 その内面的な輝きが外見にも反映されています。神宮寺くんは戸部に入ってから一段と垢抜け、美しい男性へと成長しました。最近の彼の魅力は一段と磨かれ、ファンたちはその変化を喜んでいます。特に、b e ン o n d Your Side を聞いたとき、彼の歌唱力が際立っていると感じたファンも多いです。センターやフォーカスが増え、男性ファンも増え続けています。 個人インスタの投稿も増え、ファンたちは彼の姿を毎日楽しむことができるようになりました。彼の魅力は女性だけでなく、男性にも絶大な人気を誇ります。特に、リングディンドンでの色気は半端なく、その頃から目が離せなくなったというファンもいます。透明感のある高音が素晴らしく、声に芯があり、彼にしか出せない独特のドスの効いた歌い方が魅力です。彼の魅力に気づいたのは、 ナンバーアンダーラインアイになってからだというファンも少なくありません神宮寺君は元踊り子美しい顔立ちをしていましたが年を重ねるごとに色気が増しさらに魅力的になっていますその内面や佇まいも品がありスタイルも抜群です黒髪やハイブランドの仕事が彼に似合うと考えるファンも多くセリーヌやロエベボッテガのような老舗の紳士なブランドが彼にぴったりだと思われています 滝沢さんはアーティストを安売りせず、数年後を見据えているため、彼や岸くんの単独の仕事もいずれは実現するだろうと期待されています。ToBeFamily として歌う、BeOnYourSide での神宮寺くんのロングコート姿と澄んだ歌声は、多くのファンの心を捉えました。コーチェラでのパフォーマンスでも、彼の安定感が際立っていました。大舞台でも堂々としており、その姿は素敵でした。 彼がナンバーアンダーラインアイにいることは本当に素晴らしいことであり、これからもずっと3人仲良く一緒にいてほしいと願うファンがたくさんいます。彼にはウイスキーやリーバイス、バイク、カメラの CM にも出演してほしいという声が多く、特にデニムの CM でバイクに乗る姿や、カメラの CM でバイクに乗る姿が似合うとされています。彼の歩幅に合わせてきたことが良かったと感じるファンも多く、 J 帝国時代には思うように仕事がもらえなかったり、誰かに回されていたという話もあります。しかし、今は好きな仲間としたいことができており、充実しているのでしょう。彼の歌声はよく伸び、変幻自在であり、美しいダンスと心を捉える演技、そしてその美しい顔立ちの四拍子が揃っています。戸部に移籍してから、神宮寺君は大人っぽくなり、さらに美しくなりました。 彼は自分の好きなものがはっきりと分かっており、それに上手に向き合っています。デニムや車、バイクへの情熱が彼の魅力の一つです。ステージでの彼の美しさには、誰もが引きつけられることでしょう。彼にはセリーヌや高級時計、リーヴァイスのようなブランドが似合います。神宮寺くんは翔くんの精神的支えであり、仕事でも全体を見て大事な役割を果たしています。 責任ある仕事をしている自負があるからこそ、自信に満ちた輝きが増しているのです。彼の優しさと内面的な輝きが外見にも反映され、異性のファンも増えています。年を重ねるごとに勘としての色気が増し、ますます魅力的になった神宮寺くんは、見るたびにドキッとさせられます。彼にはぜひデニムの CM をしてほしいという声が多く、ベストジーニストを獲得してほしいという願いもあります。 元踊り子美人で男前だった彼は、今では自然な表情が増え、力みすぎない色っぽい姿が魅力です。神宮寺くんはずっとかっこよかったし、これからもそのかっこよさは変わりません。彼の成長を見守り続けるファンは、これからも目が離せません。将君に美人と言わせるほどの神宮寺くんの魅力は、一段と輝きを増しています。もともと美しい顔立ちをしていた彼ですが、 大人になるにつれて色気が加わり、さらに美人度が上がっています。みそじを迎える頃には、どれほど魅力的になるのかと期待が高まります。彼の歌唱力やダンス、演技の才能はますます磨かれ、多彩な彼はますます魅力を増しています。ナンバーアンダーラインアイになってからの神宮寺君は、本当にかっこよくなりました。セルフプロデュースができる彼は、自分の好きなものを大切にし、 それをファンにも伝えています。彼の成長を見守るファンたちは、彼の変化に驚きと喜びを感じています。神宮寺君は、多様な歌い方ができるだけでなく、モデルのような美しさと魅力を持っています。テレビのナレーターとしても絶対に合うと思われており、ステージの構成にも支持力を発揮しています。後輩へのサポート力もあり、ナンバーアンダーライン愛のラスボスとしての存在感を放っています。 彼の演技ももっと見てみたいという声が多く、その魅力は計り知れません。彼がカメラを持ってデニムを履き、バイクで旅をするような CM があったら最高だと考えるファンも多いです。彼の美しい手は時計のブランドにもぴったりです。安心感を与える存在として、保険会社の CM にも適していると考えられています。ガン君が言う、垢抜けたという言葉は、 トゥービーに移籍してからの神宮寺君にぴったりです。彼は前よりもさらに格好良よく、美人さんになっています。バイクの CM は彼にぴったりで、セリーヌのアンバサダーとしても期待されています。ナンバーアンダーラインアイになってから、彼の魅力は増し続けており、品と色気が増していることは誰の目にも明らかです。彼には品のあるブランドの CM をしてほしいという声が多く、 これからの彼の彼活躍が楽しみです神宮寺くんの成長と変化は、多くのファンにとって喜ばしいものであり、彼の魅力はこれからもますます不可。待っていくことでしょう。彼の歩みを見守り続けるファンたちは、彼の未来に大いなる期待を寄せています。これからも神宮寺くんがどのように成長し、どのような新たな魅力を見せてくれるのか、楽しみでなりません。彼の姿を見て、 私たちもまた、自分自身の成長と変化を見つめ直すきっかけとなるでしょう。これからも神宮寺くんの活躍を応援し続けたいと思います。神宮寺くんが新たなステージへと羽ばたく姿を見て、私たちは彼の成長と変化を喜び、彼の未来に大いなる期待を寄せています。彼の歩みを見守り続けるファンたちと共に、これからも神宮寺くんの活躍を楽しみにしています。